れた足が。なんか惑わそうとしてるね。やばい。ベントラー、ベントラー、スペースピープル。実はですね、うん、こんなメールを視聴者の方からいただきまして、お矢幅町の南昇山付近で、うん、UFO の目撃情報がすごく多いらしいです。今回調査するのは南昇山で多数目撃されている UFO 伝説。そこでまず矢幅の町役場へ行ったところ、こんな驚きの情報が。南昇山の異常発光をこの目で見ました。あ、こちらから見ると裏側から来てるような。じゃあ雫石側から、はいはい、バーンってこう照射があったっていう、はいはいはい、藤原さんの情報によると、平成4年から5年頃に南昇山の裏側から強い光が。さらにお友達も目撃したみたいで。お友達ですか？お友達の方も見たんですか？そうですそうです、うん、それから連絡してみます。私の方から連絡まあしてもらってもいいんじゃないですか、うんうん、今日どっかでこうポコッと30分ぐらい空きそうな時あれば。あ、はい、わかりました。 はい。てなわけで今週はお友達の証言からスタート。まあその藤原さんは、あ、はい、純也、はい、純也さんは、はい、あ、見たと。30何年前。そうですね。一緒に見られてたんですか？いや、違いますね。私はどっちか言えばその見たっていうか、ああ、まあ、UFO ものそのものを見たんじゃなくて、ええ、それこそ南昇山のあたりから、ああレーザー風のこの青い光が右の方からグワーッと来て、ええ、でこのままじゃ頭にぶつかると思って、ええ、で急ブレーキかけて頭下げたんですよ、ええ、そしたらで何秒間後に頭上げたら何事もなかったかのように。ちょっとその僕らが想像してたのは遠くで光ってるのを見たとか、あ、はいはい、いう、これが純也さんが書いてくださった。それは何回かその経験するまでは山がこうなんだろう、あの青光りしてるのは何回か見たことは、何回か見た、はいはい、なんか純也さんは後ろからこの、まあ、後ろからボワーッと光ってたっていうのと、はい、後ろからその打ち止め玉が上がったみたいなことをおっしゃってて、でちょっと僕ら今から、まあ、裏にあるその言ったら雫石側、あ、はい、行ってみようかなと思ってるんですけど。なるほど、まあ、あるとすれば反対側もしくは、はい、UFO どうなんですかね、わかんないですけど。じゃあ山本さんがぜひ行くべきとおっしゃっていただいたんで、そうですね、じゃあちょっと行ってみますか。今その言ってた南昇山の裏側にちょっと向かってるんです、はい、はいはいはい、って思ったんですけど、見てくださいこの天気。ああ、どうですか？なんかね、午前中とは打って変わって、はい、拒んでくる感じ。拒んでくる感じ。なんかこう見つけてほしくないんだよねみたいなの。あ、じゃあ我々いいとこまでもしかしたら攻めてるのかもしれないですね。いいとこまで来て結構向こうビクビクしてんじゃないですか、ね、やばいと。あえてここだけ除雪してますよね、うん、これ、え、あれ、これあれがこれ、え、どっち、え、あっちもあるんですよ。どっちもあ、わかります、あれだ、え、あれがそうなんですか、あれが南昇山、あ、こっちですね。でもあんなの見えなかったですよね。なんか惑わそうとしてるね。やばい、これは UFO 側が、はぁ、やってっきょるなえ、この雪もひょっとしてそうなんですか？これもそうです。ここ惑わしてるんですか？惑わしてます、はい。あまりにも近づきすぎてるんだろうな、僕ら。危険なとこまで来てますね、じゃあ、だって青空見えてるもんね、はい、本当はね。青空なのになんでこんなに雪なんですか？もうすぐ多分この中誰か消えますよ一個思うのは、うん、俺らが思ってる UFO って、はい、本当はあの円盤型のやつとか、はいはいはい、うん、ただ今回情報集まってきてるやつって全部光なんですよ。光なんですよ。そこが何なんだろうなと思って。ああ、だからそうですね。あの宇宙船ではないような気がしてきてる。はあ。だから何かしらの光を発する何かがその20年、30年前にあったと。そう、人工で作ったものみたいなことですか？そこが人工なのか、うん、宇宙人がやったことなのかはわからない。まあ、今日急になんか光発見できたらすごいやろな。すごいでしょうね。すごいでしょうね。うん。
おじさん、おじさん、いつも言ってるよね。なんて言ってるっけ。バイブミュート。雫石で新たな証言が。入り込みすぎてる感が。新たな証言を求めて雫石側で情報収集。おじさん A が山のふもとにあるお宅で聞き込みをしてみると、なんか情報ゲットしました。今話を聞いたらですね、要は南庄山こっちの方向だと、はあはあ、こっちじゃなくて若干こっち側谷川の方から確か27、8年前に光が見えたっていう。ええー、やっぱりその時だ、はい、その時で、お話聞けませんかって言ったらですね、ちょっと NG なんで、私よりもっと詳しい人いるからということで、その方の地図写メしてきました。なんでそちらまず行ってみて話を聞ければいいかなと。とりあえず光は何なのかということです。いや、なんか入り込みすぎてる感が。いや、もう 見られたかった。中で何があったんですか。お話聞きに行きませんか。行きましょう。行きましょう、はい、そこで早速情報にあった三河さんのお宅へ。新たな証言得られるかしら。すいません、失礼いたします。失礼します。こんにちは。ちょっと僕ら今 UFO について調べてるんですよ。はい。で、その27、8年前にその南庄山のところでお父様と父親が、お父様だ。なんかそういう話をしてましたね。え、見たって。見たみたいです。俺は飛行機なんじゃないかなと思うんですけど。例えばこの周辺でなんか強い光を発しそうな施設であったりとか。知はないと思いますけど。わかんないですね。あんまり時期が重なってんのか。なんかそうなんですよ。なんでその27、8年前なの、みたいな。多分宇宙人がめちゃめちゃサービスした時期なんですよ、そこ。芸能プロダクションもたまにやるらしいですよ。安いギャラで地方どうぞ出てください、使ってください。はいはいはい。ただ今話聞いたのが、半径1キロないぐらいの地域の方の意見だったんで、ちょっと雫石でも、もうちょっと先の方、例えば延長線上でいうと大宿温泉なんですよね、ちょうどその。でもそっちの方ではそういう目撃情報ないのか、ちょっと聞いてみるのどうかなと思ったんですけど。大宿温泉、大宿温泉大丈夫ですか。何ですか。騒ぎ出さないですか。まあでもちょっとここでめちゃめちゃ寒そうにしてる方がいらっしゃるんで。すっごい寒いです。入りたいっす。温まりたいです。温泉我慢できるんやったら行きましょうよ。ダメ。それ我慢できないんだったら。もう行かない。いや、もうなんか耐えられへんのが、そのおじさんたちがしっかり風呂入って、上がって、なんかあの洗面台のところに置いてあるこう頭セットするやつ。それ待たされんのは嫌。もう本当に我慢できるのかしら。何はともあれ、まずは町のお餅屋さんで聞き込みをしてみることに。南庄山周りで、結構 UFO 目撃談みたいな話が。そうなんですか。その感じは。噂も聞いたことない。全くないですね。全くない。ひどい話。ひどい。そんなのあれなんて、ね、全く知らないですよ。UFO とか見たとかないですか。そのこの辺歩いて宇宙人が歩いてたよとか。マジで聞いてるのそれ。宇宙人がいると思うんですけど。そうですか。わかりました。ちょっとおすすめ一ついただいて帰っていいですか。はい。こんにちは。こんにちは。ちょっとご一緒させていただいてよろしいですか。はい、あ、ちょうど僕らもそこでお団子。そうですそうです。あ、買ってきたんですか。そこのお団子屋さんで。あ、ぬるい。めちゃくちゃ長湯できるやつ。ぬる。
ちょっと冷たいぐらい。冷たいぐらい。体温よりちょっとあったかいぐらい。切り選手、初切り選手、いただきます。うん。うん。あ、おいしい。蜜が入ってて、まあ、餅が当然もちもちで、うん、うん、おいしい、うまいでしょ。これダンスね、キリ選手は。ちょっとまだ開けてなくて。これがうまいでしょって言ったら、食レポがうまいでしょって言ったら。すいません。いや、こちらこそ。まあ、ここまで来て、うん、手がかり的なものはやっぱりなかったんですけど、うん、ここからは、うん、もう我々が本当にもう張り込んで、うん、ちょっと見張るのってどうですか。そうしますか、ね、なんかね、うん、実際見るためには見張っとかないと。そうそうそう、見逃しちゃうかもしれない。うちら今回今日ここまでロケやって、うん、そんなに言うても空見てないですよ。見てない。何回か通り過ぎてっちゃうかなと思って。そうそうそう、よし、じゃあ行こう。行きましょう。はい、まだちょっと温まりきてないんで。今出るの本当きついっすね。ああ冷たい、濡れた足がすっごい冷たい。この後あの意外な人がサプライズ登場って誰。夜も更けすっかりですね、絶好の UFO 探しの時間帯になってくるんですかね。確かに確かに、これだったら一発で光ったら分かりますから。まあこんだけ、空が抜けてたらね、はい、はい、でとっておきのもう会場を用意してますから、はい、マジっすか、はい、あちら見てください。わすごっ、わすごっ。ここでいいですか。すんごい火の粉飛んできてるけどちょっと風強いですね。あすごっ、あ気持ちいいかも。じゃあ決めさん、この後、はいはい、まあ、ちょっと我々ほら素人じゃないですか、言っても、UFO に対して、 UFO に対して、そうですね。で今回、うん、ちょっとですね、うん、研究家の方を、あーはーはー、今こちらに向かってると思うんで。あ、そうですか、はいはい、で到着次第、うん、一緒に見ようじゃないかと。その人が別に呼べるわけじゃないですか。いや分かんないですよ、呼べるかもしれない。あ、なるほど、ね、もしかしたらUFO 呼べる人やったらええのな。ですね。でも UFO の呼び方って実はあるんですよ。ネット情報ですけど。お、 UFO を呼ぶ呪文を唱える方法、座っていても立っていても OK。 あ、はいはい、ベントラベントラと小声で何とも唱える。ベントラ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 スペースピープル、こちら何々町と何度も唱える。ベントラベントラスペースピープル、こちら矢巾町。ベントラ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 スペースピープル、こちら矢巾町。立った方がいいんじゃないですか、もしかしたら。ちょっとベントラ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 スペースピープル、こちら矢巾町。ベントラ、これ通報されへんから。ベントラ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 スペースピープル、こちら矢巾町。あ、おはようございます。あ、どうも。あのザ・グレート・サスケと申します。研究家の方が来られるって聞いてて、はい、紛れもなく私 UFO 研究家のサスケさんが、県道のくプロレス現役プロレスラーのザ・グレート。そっち先言わなダメなんじゃないですか。あ、いや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 、ね、びっくりした。そうなんですか。もう UFO UFO をね、もう私に聞いてくださいよ。そんな存じ上げなかったです。お詳しいんですか。いや、もう いつ呼んでくださるのかと。もう日が暮れるまで待ってましたよ今日。実はサスケさん、10代の頃 UFO を目撃したのをきっかけに研究を開始。今では UFO 研究家として、あの矢追純一さんとも親交があるみたい。 UFO ね、まあ見たいなっていうか、うんうん、南昌山で UFO 目撃談が多いから、はい、調べようってやってるんですけど、はい、その話はご存知でした。あの南昌山、ええ、あ、もちろん。あ、そうですか。あ、南昌山、あ、イコール UFO、 UFO だというね。はあ、うん、さっきからその、うん、UFO のことを UFO としっかりおっしゃるじゃないですか。まあ、ここはですね、はい、やはりフリップ漫談始まりそうな。じゃあ行きましょうか、はい、何が始まるんですか。行きましょうかっていうか、ほらほら、もうフリップ漫談みたいな始まるっすやん。
え、 UFO は終わりました。え、何これ。R1 グランプリ始まった。まあ、UFO という呼び方はですね、うん、あの日本語なんですね。あ、うん、日本人しか言わないんですよね。だから本来は最低限 UFO と、あ、もう区切って呼んでいただきたい。この、UFO の O、 オブジェクト、はい、物体というところがですね、はい、まあキーポイントといいますか、はあはあ、非常に大事な点なんですね。ほうほうほう、うん、と申しますのもですね、はあ、物体と呼んで全ての現象をですね、はあ、いいものだろうかと、はあ、物体なのだろうかと。うわ、今日、うん、今日ちょっと僕らそこ一個ちょっとぶち当たりました、その壁に。お、僕らのちょっと今日当たったところは、うん、まあ、目撃談が光のやつが多かった。うんうんうん、まあ、かなりいい線行かれてますね。あ、そうですか。さすがです。あ、いやいや、さすがっていうか。さすが。さすが感すごいですけど。木村天心の平和。いやいや、じゃあ天心。天心木村です。あ、天心。はい、はい、さすがです。何もさすがじゃないです。天心木村の平和。さすがです。もう一回言い直したってことは、さっきの使わないでくれよ。こっちを頼むような感じなのかな。はいはい。つまり物体ではないのではないのかと。うんうんうん。まあ、なんだろう、単なる光なのかなとか、はい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 、というものも含めて、ええ、UFO ではなくて、はい、先頃アメリカで正式にこのような呼び方が決まりました。え、 UAP。 え、じゃあもう UFO は終わってるじゃないですか。終わりましたねえ、はい、ただもう今更ね、もう2週目でも訂正できませんが、いいでしょう、私も今日は妥協しましょう。UFO、 UFO で、ええ、ただ本当はエアリアルフェノミナンっていうことなんですね。難しい言葉だ、うん、これがまさにですね、あれ、南昌山のこの空中現象も、うんうん、もしかしたらね、うん、え、単なる光とかも、はい、いっぱいあるのではないのかと。おー、うん、それ、あれですよ、もちろんその聞きたい、はい、UAP、 UAP、はいはい、とかの話もそうですけど、はい、いろいろあるんですよ。プロレスどうですかとかで、なんか鍋みたいなのがセットされてる。そうだから、これちょっとつまみながらゆっくり、お酒なんかもちょっと今日用意してるので。お酒、はい、全然空を見てないけど、まあ寒そうだし体を温めないとね。本題はこれからよ。私がですね、道のくプロレスを立ち上げる前、はいはい、実はメキシコという国にですね、うん、あの約1年修行しておりましてですね、うん、メキシコのですね、うん、メキシコシティより東の方へ車で約2時間ぐらい走ったところに、プエブラというところがあるんですが、このプエブラというところにある活火山、ポポカテペトル山にですね、なんと活火山なのに、その火山の火口に UFO が出入りしてるという。なぜ火山でそんな現象が起きるのか、見られるのかという。なんかこう火山と UFO っていう AP は、うんうん、はい、なんか密接に関わってくるみたいなことですか。南昌山一体どういう地質でできているのか、はい、先生みたいな。いや、俺らほんま夢中で聞いてますよ。酒も進むし、はい、なんか難しい。石英斑岩っていう、火山岩系と呼ばれている、はい、南昌山なんですね。実はその火山のこの火口の火の通り道ですね、はいはいはい、これがもう風化して硬、くなって、はあ、山の形になったという、はあはあはあ、いわゆるこう石英質という地質がですね、地中で摩擦を起こしますと大気中に放電するんですね。ちょっと、なるほど。あ、なんか木村さん今、いやいや、はい、石英質のこの南昌山なんかね、摩擦を起こしてんじゃないの、地中で。おー、したらもうパーッと大気中に放電しちゃいますよ。パチパチーンと、パチパチーンというのがまさに火打ち現象。うわ、なんか打ち止め玉、打ち止め玉がバンと上がった。藤原さんの話つながった。まあ、これをね、もう一つの言い方があるとすれば、プラズマ発光現象と。なるほど。そう、なんと、はあ、だから皆様が目撃されたこの目撃談というのは、やたら夜間光るもの、うん、
キューパーン。なのでまあ一応現代科学の物差しで言うとある程度の説明は可能なのかなと。はい、すごいいう気はしますね。なるほど。あくまでも科学的に証明できる一つの説ではございますが、その他にもまあまあいろいろ南照山はあるのではないかと私は個人的には思っております。すごい、はい、いやもうすごいですよ。すごいですね。あの答えに行き着きながらちょっとロマンも残してくれてるっていう、もしかしたらその目撃談今日聞いてきた中のやつたちはこのプラズマ発光現象であったやつがあったかもしれない。さあ27、8年前にちょうどその活動が盛んでその時にちょうど見られたものかもしれないけども、ただそれだけじゃない、もっと何か不思議なものを南照山は持ってるんじゃないかっていう、で宮沢賢治さんがそれを見て銀河鉄道の夜を書いたのかどうかも、ロマンがロマンがあって、やはりあの宮沢賢治さんをも夢中にさせた南照山、やはり何かあると思います。素晴らしい、やった、もうカメラ止めて今ので OK 最高。いやでも木村さん今のですごくビシッと決まりました。決まりました、はいはい、私もやっぱいろいろと今日ユーフォー会いたいので、はい、用意はしたんですよ、はいはい、でなんかユーフォーってどうやら、なんか光るものが好きだと。え、何何、やっぱ目立たなきゃならない、はいはいはい、まず本日の主役一番嘘、これ一番おもんないやつやんか、これこっから、こっからですか、かこっからこっからですか、いろいろあります、でですね、ああこれです、あーいやいやこれのすごいのはですよ、スイッチがついてます、なんかありますね、あピカピカ光った、光ってる、すごこれで、はい、最後総仕上げ、あいい、あ、いい感じ、あ、いい感じで、あの呪文唱えれば来ますから、あ、あれベントラベントラスペースピープルこちらやはば町、ベントラベントラスペースピープルこちらやはば町、ベントラベントラスペースピープルこちらやはば町、ベントラベントラスペースピープルこちら。それでは視聴者プレゼント当選者発表です。ペンネーム福耳大吉さんです、おめでとうございます。番組公式 YouTube、 Twitter を見てね。